光り合う命、ぼーっと光り合う。翌年、大学教授は再び生徒を20人連れてマザーテレサの施設に行きました。その時は人手が足りず、教授も手伝うことになったそうです。担当した部屋は中高年の患者が入っている部屋でした。ある日の夕方、日も暮れかけて、教授は疲れ果てて部屋を出ようとしました。日暮れのために部屋の中は薄暗くなり、廊下に一番近いベッドだけが外からの光で見える程度。その廊下に一番近いベッドの老人が手招きしているのがかすかに分かったそうです。何か食べたいということのようでした。一日の仕事を終えて帰る準備をしていた教授には大変だったようですが、お粥を作って老人の口に運びました。それを食べた老人はニコッと笑って、ありがとうと言ったのだそうです。その瞬間、照明のない部屋にぼーっと光が広がり、部屋の隅々までかすかに見えるようになった。すると部屋にいた十数人の人たち全員の姿が目に入ってきました。みんな美味しそうな匂いに誘われたのでしょう。何か食べたいというジェスチャーをしているのが見えるようになった。それまでは日が落ちて部屋の様子は見えていなかった。だからそれは気のせいではないと確信したそうです。前の年に女子学生が書いたレポートを気のせいと思っていた教授自身が同じ現象を体験したのでした。ありがとうという感謝の気持ちが相手に通じて同じ思いを共有したとき、この人たちの間がぼーっと光るらしい。喜ばれることで光り合う。この世に生命、肉体をもらった意味は光ることなのです。ありがとうという光を発すると、その光が何かに触れて活性化します。ちょうど蛍光灯の電極魔が光るように、何もないかのように見える空間が光るのです。